宮崎の花の情報をお届けいたしますフラワーライフのコーナーです。はい、今日はカッキーですよ、お願いいたします。はい、今日はですね、私がですね、いろんな方からお問い合わせが多いというある方法を教わってきたのでご紹介いたします。それでは VTR どうぞ。今回教えていただくのは宮崎駅東口にあります中村ナーサリーの樋口さんです。先生よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先生、今回は何を教えてくださるんですか？はい、今回はお客様からとっても問い合わせの多いシクラメンの植え替えと、あと小立ベゴニアの切り戻しという作業をしていきたいと思います。やっぱり今は一番いい時期なんですか？はい、はい、今がとっても作業にぴったりの時期なので、ぜひやっていきたいと思います。はい、じゃあ先生、まずはシクラメンからですね。はい、はい、そうですね、春花を楽しんで、夏ちょっとお休みして、うん、今現在こういった状態になっていると思います。もう葉っぱもこう悪いところをどんどん取っていくと、こういうふうに葉っぱが少ない状態になってきます。先生、これはもう枯れてますよね？はい、お水をやらずに夏を過ごさせた場合に球根だけっていう状態になったりします。これダメですよね？もういえ、まだ大丈夫なんですよ。これ大丈夫なんですか？枯れてるみたいに見えますけど、はい、この球根が柔らかくなっていたりとか、スカスカになっていたりしなければ、ここから十分復活いたします。これでもいけるって、まだ皆さんね、ちょっと希望が見えたっていう方もいそうですね。はい、シクラメンのこの球根部分ですね、この直径が鉢の直径の半分よりまだ小さい場合には同じ鉢でも構いません。鉢の直径の半分以上になっている場合は、この鉢のサイズを一回り大きいサイズの鉢に植え替えをしてください。シクラメンはですね、こういった底面吸水の鉢に植わっていることが多いので、同じ鉢に植え替えていただいた方が水の管理なんかが、簡単にできると思います。それではまずは土の準備です。培養土は水はけのいいものを選んでください。底石は中粒のボライ石を使っています。肥料はゆっくり効く緩効性というタイプのものがいいです。必ず入れてくださいね。こんな風に土に混ぜて全体を混ぜ合わせておいてください。これで土の準備完了です。今回はこの葉っぱがついているものを植え替えをしますが、こういう風に葉っぱがついていないもの、それから底面吸水鉢になっているもの、なっていないもの、どの鉢を使っても作業は同じになりますので、この作業を覚えてください。まずはですね、この中に入っている古い土を落としたいので、シクラメンをそっと鉢から外していきます。はい、球根の脇を優しく壊れないように持っていただいて、そっとひっくり返してください。はい、出てきました。はい、球根の部分を意識すると取りやすいと思います。はい、これから土を落としていくわけですかね。はい、根っこの張り具合などを見ながら、3分の1から2分の1ぐらいは土を落としたいと思います。周りのこの型の部分から壊していきます。シクラメンで一番大事なのはこの球根の部分ですので、そこを傷つけないように根をほぐしていきます。今から生育期に入りますので、根っこの方は多少ちぎれたりしても全く問題はありません。今だいたい半分ぐらい土を落としたところですね。全く落としてしまうと球根を傷つけてしまったりするので、このぐらいがちょうどいい土の落とし具合だと思います。また同じ鉢に戻していくんですよね？はい、そうですね。もちろん根をほぐした時に一回り大きい方が良さそうだなと思われた場合には、一回り大きい鉢に植え替えてください。今までと、一緒なんですが、まずは底石ですね、必ず入れてください。そしたら土を入れていきましょう。はい、ここはポイントなんですが、この球根の部分、こちらを完全に土に埋めてしまうと腐りやすくなります。必ずこの球根の部分が、3分の1か2分の1ぐらいですね、土の表面から出るようにして埋めてください。あ、全部入っちゃダメなんですね？全部入れない方がいいです。あえて、はい、入れてみて、ちょっとこれだと低すぎるから、下に土を入れるってことですね。はい、このぐらいでちょっと一旦高さを見ますね。ちょうど球根が隠れてウォータースペースが取れるぐらいですね。このぐらいの高さに合わせて土を入れていくといいと思います。
とは隙間に土を入れていけばいいですね。で、同じ鉢に植え替えてますので、はい、隙間が狭いんですよね。細い棒でしっかり土を奥まで押し込んでください。結構土が下の方入っていきますよね。そうですね、沈んでいきますね。はい、先生、こうやって植え替えが終わりましたけれども、完了いたしました。この後っていうのは、はい、まずあの通常のお花の植え替えと一緒で水をたっぷりあげてください、はい、またちょっと気温が高いですので、お外のちょっと日陰ですね、半日陰になるような場所で管理していただくといいと思います。その後あのだんだん気温が下がってきて寒くなってきますので、宮崎だったら12月の上旬ぐらいですかね、そのぐらいまでには室内に取り込んでください。はい、わかりました。これでシクラメンの植え替えは完成しました。はい、さあ続いては木立ベゴニアの切り戻しです。こんな風に大きく育って、まあ、夏の日差しでダメージを受けているような状態になっています。この時鉢が小さいようであれば事前に植え替えを済ませておいてください。ちなみに今回済ませてます、はい、皆さんが気にかかるのはどこから切ればいいのかなということだと思います、うん、はい、はい、で今回は夏のリフレッシュということでたくさん切ってあの綺麗な株にしたいので、はい、こう開いていただいてですね、はい、こういう新芽が出ている付け根のところがありますので、はい、ここを残していきたいと思います。なのでこの枝のこの辺りバサッとなるべく水平に切ってください。こんなところから切るんですか？そうですね、お花も咲いてるしもったいないなって思うんですけど、今後のためにじゃあこのちょっと上、そうですね、新芽出てるちょっと上水平に、そうですね、こんな感じで、はい、切ります。えい、あ、もうなんか勇気と決断力が必要ですね。そうですね、はい、でも1本切るとどの勇気が湧いてきますねそう、先生の言う通り最初の人たちの後はもうじゃんじゃんハサミが進みまして、すごいね、うん、でこの時ちょっと大きくなった葉で傷んでるようなものがあったら一緒に切っといてください。すごいでしょ、ちっちゃいさあ先生、切り戻しも無事終わりましたけれども、はいはい、終わりました。こちらは何ですか？はい、実はですねこちらは2週間前に同じ作業をした鉢になります。あ、もうこんなに育つもんなんですか？そうですね、このように枝が増えてもりもりとした株になります。あ、枝も増えるんですね。そうですね、以前よりボリュームがアップしますので、ぜひ切り戻し挑戦してみてください。あとこの後お花っていうのはどのぐらいで楽しめるんですか？はい、そうですね、木立ベゴニアの場合は、まあ、もうちょっと大きくなってあの秋ちらほらと、まあ、お花がまた咲くと思うんですが、そのまま冬に入りますので冬少しお休みしてまた春先ですね、春から夏にかけて長くお花が咲きますね。でシクラメンですね、はい、シクラメンの方は今からどんどん新しい葉っぱが出てきます。12月ぐらいから春ぐらいにかけてお花も順々に上がってきますので、はい、ぜひ長く楽しんでください。今のうちにこういった作業をしておけば、はい、またお花もねどんどん楽しめるということなので、はい、長く楽しめます。はい、はい、皆さんもぜひ挑戦してみてください、はい、先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。うん、さあいかがだったでしょうか？参考になりました、ね、あんなにザクザク切って、いやお花も、ね、咲いててあんなとこから来て植物大丈夫なの、って思うけど、うんうん、あれをしとけばもうまたねお花を楽しめるようになるわけです、うん、だって1週間であんなに育つの、うん、すごいね、生命力がね、クリスマスに向けてねこう育てていくといいかもしれない。まあ、あの時期によってこう置き場所、ね、室内に置いたりあの外に置いたりとかね、うんうん、あと半日陰だったりとかそんな適切な場所に置いて、あと土が乾いたらたっぷり水やりをするとか、そういった管理をちゃんとしておけばまた今後もねお花が楽しめるということなので、はい、今が一番いい季節だということなので、ぜひ皆さん挑戦していただきたいと思います、はい、以上フラワーライフのコーナーでした。